じゃあ早速始めます。じゃあまず皆さんユニットテスト書いてきましたか私は書いてきませんでした。いや、そんなの当たり前だろうと思う方も多くいると思います。まあ、納品を優先してもう十分なスケジュールを確保してくれずにもう書く暇ないよっていう人もいると思います。てか私がその一人です。 このようなことが多く、私はユニットテストを経験することがありませんでした。まずはじめに、私たちの紹介をします。株式会社ホトラクションは、データとオペレーションで建設産業の生産性を向上させる、建設業向け BPAS を提供しています。 フォトラクションはモバイルとウェブブラウザーから記録と比較コストを削減する建設支援のプラットフォームです。自己紹介を遅れましたが、私、下川原と申します。フォトラクションでウェブ領域の開発を担当しているチームに所属しています。ここでは、 フォトラクションの簡単な構成図を紹介していますが、まあ、細かい話は割愛で、まあ、ウェブチームは何をしているかというと、まあ、フロントはビューと r e a c で、バックエンドはほとんどの機能はララベルを使って開発をしていますが、えっと、一部機能によっては AWS Lambda を利用して開発を行っています。まあ、ブラウザからリクエストされる API や、 モバイルからリクエストされる API を主に開発しています。今回はフォトラクションのベースとなっているララベルを開発していく中で、まあ、チーム開発と品質を向上させるため、えっと、ユニットテストを書くようにしています。しかし、私が所属しているウェブチームの中では、まあ、かつてユニットテストを書いていくという文化がありませんでした。それが、 どのような経験を経てユニットテストが普及していったかというお話と、まあ、私たちが意識しているユニットテストの考え方を今回紹介します。私がフォトラクションに合流した時は、まあ、すでに実はユニットテストありました。あったんですけど、でも運用はされてませんでした。それはなぜか。 どうやって書けばいいか分かんないからです。例えば、アサードを書くとか、ユニットテストの起動の仕方とか、なんかそういった問題じゃないんですよね。まあ、そういった問題は、まあ、調べれば、まあ、分かるじゃないですか。そういうのは、まあ、調べれば出ますと。何が分かんなかったか、分かりづらかったか、そこの開発のローカルルールみたいな,なんか空気です。 ユニットテストを書いてきた人に聞きながら最初いろいろ書いてたんですけどそもそもすでに存在していたユニットテストを Git からチェックアウトする段階ではもうテストが軒並み失敗します残念ながらもう何もうまくいかないんですそれはなぜか具体的な例を挙げるとこちら えっと問題1、ユニットテストのデータが固定されていました。私たちはえっと b p a パ s のプロダクトなので、ブラウザからデータを作ってまあデータベースに保存されます。例えば、建設現場ごとに一つプロジェクトが作成されて、その中にえっと現場監督さんたちが使うまあ細かい情報が入った写真や 建設に必要な図面をアップロードして、それらを利用するシステムとなっています。なんでここでそれを紹介したか。そう、ブラウザ上で作った開発 DB にあるデータをテストに利用しているからです。ララベルの演ブファイルにテストで使うユーザーとプロジェクトを指定して、 ユニットテストを起動させていました。いや場合によっては、まあ、自分で用意した、えー、データ、事前にアップロードした、まあ、写真データや図面データも指定していました。まあ、これが何が辛いか。それらを演武で指定して、指定した開発者しかそのテストをメンテできないというところです。 このような前提データが必要なテストだと、自分は快適だけど、他の人がそこの同じところを回収するとき、もう回収する前からテスト通らないです。ドッカで開発してる人とかは、その演武に指定するデータの ID がそもそも違うし、なんなら指定したデータ、指定したいデータの前提も、 違ったりそれぞれの人がテスト追加をするたびもう使いたいデータをアップロードして演ブが演ブにこう指定するみたいなもうどんどん演ブが増えていくみたいなもう大変でしたもう一つ紹介します、まあ、コードはすでにスタティックメソッドだらけで スタティックで書かれている関数がいっぱい、そして外部リソースを利用しているコードはインターフェースがありませんでした。ユニットテストを実施する上で、スタティックメソッドを使われまくると、外部の依存,か依存関係をモックするのが大変になり、無理やり差し替えようとすれば、テストコードが複雑になっていき、誰も読めないし、誰も 回収できない最高のユニットテストが出来上がります。もうこれ書かないといけないのとか、もう開発した時間よりテストを書く時間の方がもう長いよ、みたいな。そんないろんなストレスを感じても大変でした。ここでは一例ですが、どんなことがあったか。このような行動です。 ま,あまずはじめに言うと、これ今のフォトラクションでは使われてない、存在しないコードです。これは S3 にアップロードされているファイルをブラウザで表示するため、そのファイルのプリサインド URL を取得する関数です。このメソッドを使うためには、上の書いてあるユーティルコロンコロンみたいな、その方法でコールします。 これをコールしてこれこれ、これをコールしている関数のユニットテストを書くとき、外部リソースと疎通をしているテストが出来上がってしまいます。外部リソースと疎通をしていると、その応答を待つ必要があります。まあ、そこ一つだけで見たら大した問題じゃないんですけど、まあ、私たちプログラマーはそういうことを、チリなことを知っています。 全体でユニットテストをかけるとき、一体いつ終わるんだと。もう土日放置して、もう金曜日、もう終業の時間でポチッと押して、で土日放置して、週明けてももう終わってないし、週明けても、も何だろう、検証もできてないしみたいなユニットテストが出来上がりますと。さて、このような経験を経て、私たちは何をしたか。はい まあ、とりあえず、そのように作られたユニットテストを捨てました。すべて、まあ。既存のあるものを良くしていこうとか、そんなものはありません。細かいことを言うと、参考にするために、まあ、ロジックを軽く読んだくらいで、コピペすら使えません。なので、すべてぽいです。まあ、もちろん捨てて終わりじゃないです。 動かしているプロダクトコードのリファクタリングを行いました、まあ、まずは外部リソースをモックできるようにインターフェースを作成してそれを実装でその後既存コードの書き換えを行いました S3 のアップロードや SQS の登録などほとんどの既存コードを、まあ、そこは一気に書いた記憶があります でプリサインド URL を発行する箇所が例としてちょうど良かったので紹介します。まあ、まずはそのインターフェースそもそもなかったんで作りました。このように。で、えー、まあこれかなりデフォルメされていてまた存在しないコードなんですけど、まあ先ほど作った、まあこの、えっ、ー、とどれだこれか。インターフェースを実装して、まあこれで このクラスをインスタンス化すれば、この機能を利用することができます。そして、スタティックに呼ばれていた箇所を、このように変更したって感じですね。まあ、そうすると、先ほどプリサインド URL を発行する箇所、テスト、あここあ、これか、ここをコールするところのテストをするときに、 えー、もここ、えっと、AWS と疎通するとき、プリサンド URL を発行する箇所をモックできるようになって、まあ、ハッピーになりますと。まあ、そして次に、まあ、まずはスタディックメソッドをこれ以上増やさないため、まあ、プルリクエストレビューで受け入れない方針を決めました。 そもそも恥ずかしい話、フォトラクションちょっと MVC から全然反してばかりいて、Web API やモバイル API でほとんどコントローラー内でロジックを書いて、データを取得して、そのまま返却するコードばかりで、一つの関数がもう500行を超えているところもあって、一つのコントローラーファイルはだいたい2万行とかなんかゾッとする感じです。 ま、なので、システム全体的に一気に直すのではなく、機能追加や回収のタイミングで、えっと、リファクタリングを実施。既存コードで、ユニットテストが存在していなければ、ユニットテストも追加していき、ユニットテストが書けないとか、書きづらいとか思う箇所があれば、そもそも、その実装の仕方を修正し、その実装の仕方を疑い、 修正しましまたそもそもどんなテストケースを書けばいいか悩みました。これで担保できてるのかなとか複雑なロジック書いてフォア文で回して条件分岐書いてそれらをいい感じに検証してまあやりましたとその時きはまあできましたと。そもそも複雑な ユニットテスト、誰も見ません。誰も何を検証してるか分かんないです。フォア文とか、イフ文とか、テストするための複雑なロジックテストするためのロジックやりません。ユニットテスト内でロジックを書くと、 そのユニットテスト内のロジックを検証するユニットテストをさらに書かないといけないという考えだからです。まあ、テストケースを網羅するのではなく、敷地でテストを行えば、まあ、適切にアサート書いて、まあ、いけば、上、まあ、長なテストケースを、えっと、無限に増やし続けることもないです。まあ、もしユーザーデータなど必要なデータがあれば、まあ、ファクトリーで作成して、まあ、必要な前提データプリセットを用意します。 あと、データパターンを検証するのであれば、データプロバイダーを利用するのもいいと思います。私たちのやり方は、この連想配列のキーに、どのようなテストか明記して、このような感じで用意してます。どのようなテストを書いてるかみたいな実際はなんか、こんなテストやってるみたいな感じで、なんか文章のだったりなんか、それぞれの思い思いを書いてます。 まあそして、先ほど作成したデータプロバイダーを利用したテストの例がこちらです。まあ、超簡単に表現してますけど、まあ、先ほど用意したデータプロバイダー2つなので、まあ、それぞれのデータパターンで検証を行います。まあ、これでまあテストのコードを増やすことなく、まあ、データ検証を複数行うことも可能です。 このような取り組みをし、文化を作り上げて約1年ちょっと経っていますが、回収が発生して既存コードにスタティックメソッドなど、ユニットテストを書くための大きなハードルがあるならば、それをリファクタリングをするという想定をしてコースを作っています。機能追加がある場合は、ユニットテストがやりづらい実装はしないという考えを持ち、 プリリクエストレビューで、プリリクエストレビューするときに、お互いで指摘し合える空気をチームで作り上げました。おかげで、私が機能回収するとき、他の人が作ったロジックに影響出てないかとか、ユニットテスト走らせるだけで、他の機能も影響してないかとか、担保してくれてるので、回収がしやすいです。もちろん私も回収時に、 自分で作った機能を担保するテストケースを追加して書いてます。このように一気にリプレイスを考えて頭を悩ませてで結局それいつやんのみたいな停滞しないように小さなことをコツコツ積み上げて一行回収したら10個のバグを が生まれる秀のタれに怖がらずまあ、より簡単により楽にそしてプロダクトの品質を保ちながら確実に機能追加や開始を行える環境を整い続ける取り組みを私たちは行っていますこれで以上になりますありがとうございました株式会社ファトラクション様ありがとうございました それでは Q&A に入りたいと思います。コメントや質問のある方は挙手をお願いします。マイクをお持ちします。少々お待ちください。あ、ありがとうございました。えっとすみません、あのなんかあの稚拙な質問で申し訳ないんですけど、あのどうしてシステムのリプレイスを考えようと思ったんですか？ もう,一もう一度いいですかどうしてシステムのリプレイスを考えようと思ったんですかあリプレイスを考えようと思ったんですかリプレイスを考えた理由についてお聞きしたいですあ結局、継ぎ足し継ぎ足しでやってると、まあ、いつか爆発するというかその、まあ、メンテナンスもしづらくなっていくので、まあ、そこの思,思い切ったタイミングなんですけど。はい こうなんだろうな。うん、まあいつかやらないといけないことをやったって感じですかね。ああ<ー>、はいあの、なるほど、まあそうですね。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。他にコメントやご質問のある方、挙手をお願いします。マイクをお持ちします。少々お待ちください。 あお話ありがとうございますえっとなんか複雑なテストコードは誰も読まないっていうあの名言が <laughs> あったと思うんですけどあのそれをなんか複雑なテストコードにしないためになんかチームメンバーでこう周知されてることだったりとかあのレビューの時に心がけてることみたいなのがあれば教えてくださいそうっすねレビューするときに 例えば、私とかはーんなんかまあそのコードを見ただけで何のテストをしているのかなみたいな何の検証をしているのかなって分かったら OK していますでその後になんにゆっくりなんかプルしてポーンと押してなんか動くのかなみたいなのをまあこっそり見てたまに動かない時はあるんですけどまあ自分のコードだったんですけどまあでも、そんな感じです。見ただけで分かるような感じ。 を意識してやってますなるほどありがとうございますありがとうございますご質問ありがとうございます他にコメントやご質問のある方いらっしゃいませんでしょうかはいありがとうございますそれではえっと以上で Q&A 終了させていただきます